はい、桜子セントメリー1日目。今日2回だもんね。そうなんです。取れるか、取るよ。桜子セントメリー2本取れる。ちょっとパッチとオーバーヘッド。で、あと3本やっていけなくて。どうかな。大丈夫大丈夫大丈夫。ナッチか。あずさ。ニコと板大丈夫そうですね、うん、大丈夫そう、全然滑る、はい、ノエこれノエちゃん、ノエちゃん、もう進めてみろ、はい、はい、今の感じで、はい、今度ちょっと肩下がってた方がいいな。こうやった時にちょっと肩上がりすぎ。肩を下ろす、うん、今度はオーバーヘッド、うん、タイプ無線入れろ、無線リクト、あ、ようございます。おー、あれ、あった、ありました、今さっき、ありがとうございます、ありがとうございます、最高。もう心がね、感情折れかかって全然的にこういう前傾ができてる、結構待ってるのかなって思って、高速乗ってくときはもうダメだなと思ったけど、もう一本、これもう一本、頑張ってくれて、あれが出た時に滑ってるんですよ。あ、ヒロト、ね、ヒロト無線入れろ、無線、はい、無線上にさ、あの、ベッドのバウンドで、置いてあるから開けるか、開ける、ほら、無線、スタート前に必ず出てる、はい、もうちょい一つ、頭の上に、はい、どこからもいっぱいなんだけど、だから、今日も、無線、スタート前に必ず出てる、多分ね、2時ぐらいではもうアウトなで、全体的にマナと、マナとすごいっすね、無線置いてあるスタートのところにそれ出るようにして、その前になると、そういう出てもらうもうちょっと頭の上にもちゃんと早くで、ちゃんと前傾できてる、この姿勢忘れないで、そうかい、滑れず、はい、リコ全然出てきたんで、置いてあるから、それ出るようにして、もう一個も一応10年に決まり子とか全然用意してるんですよ、そんな癖ができるんで、スタートで、はい、無線で、はい、高校生が好きなんです、高校生好きなんです、高校生、秋田の高校生と北海道の高校生、ちょっとね、受験あれも一つが決まらないんだな、あー、サナオ、ほんとね、ケナイスだ、なんか重機あんだなと思って、車の中とかに左側に置いてある、太陽、あなたも頑張るね、あなたも頑張る、大したもんだ、稼がないとな、マオ、見て桜っぽー、上にあるから、はい、大丈夫、無線入れてビデオ撮るから、おー、ごめん、バンド、え、あの、とんかつのビニール袋に入ったやつじゃないですか、とんかつ、ペットの黄色いバンドで、あ、じゃあ違う違う違う、それユースの方だね、バッコから10分15分ぐらい、あ、そうだろ、すごい、すごい、すごい、ロープってできたら、胸と高めにやったら熱いでしょ、
なので、前日9時ぐらいにして、うん、9時半ぐらいからスタートして、うん、12時半まで、ね、そういう感じで週末も全然そうないから、そのまま出てくる。今度は、こっちの人は、ね、外線、今日、バスの仕方で、バスの向きに立ってくるので、そういう感じ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 で、天井が行けばあるじゃないですか。うん。行けるところは宝だ。ありますよ。行けるところはあるけど、そう、高いので、やっぱり、半分ぐらいなかなか、天井に行くかというの。オーバーヘッドやるといいね、みんな。すごいよ、ほぼできてた。まだでも営業は、うん、営業はなんか来年みたいな。もうやる方向で、もう全部。結構短かった。もうこっから、もうあの、顔みたいに。もう下がるだけだよ。北海道だったから。結構、軽井沢は、あの、下なんだろう。そう。さっき一本置いてた。相当水出さないとなっちゃう。上半身のまま。入らない上半身のままで、今度は。ちょっとね、何かできますね。何かね。やっぱり野沢行かないとダメかなと思ってはい、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 はあの久しぶりにつらい心折れないよはいねちょっとあの俺は今も電車に行って福島です福島、会津若松に住んでますね近いですね、そっちの、あのここに来るんだったらどっちも近いんだよ、野沢だと近いそのまま結構距離あるんじゃないですかあと何本あと俺ら1本で入りますなんかこの中のちょっと上のコンクライマーこの子なんて中1で2本だから中のあれうん、どうせしっかりと両方入ってるんですよ。今度両方入ってるんですよ。あ、かける。両方今度両手腰腰の向きしっかりまっすぐにでちゃんと腰を向かってちょっとこうやって今度これ両方足
行きます。はい。。